今回は名古屋の都心をディーゼル機動車で走るユトリートラインを紹介していきます。新交通システムというと、どうも第3機乗方式で走るイメージをお持ちかもしれませんが、ここの路線は違います。ここではディーゼルエンジンによって走る車両が走ります。まあ、あまりもったいぶらずに話すと、日野のブルーリボンシティという車両が走ります。新しい形式ではなく、普通のバスですね。ブルーリボンシティはちょうど2ステップバスで、床も程よく低く、便利ですね。ノンステップバスにすることはできません。というのは、このバスに特殊装備があるからです。一見ただのバスなんですが、ガイドウェイがついています。これがあることで、半自動運転が可能です。ハンドル操作がいらず、ただアクセルを踏めば、勝手に進むというものです。これは、新交通システムゆりかもめとかと一緒ですね。まああれは、完全な遠隔操作ですので、話は別になりますが、ユトリートラインは、バス車両を用いていますが、これは途中から一般道路経由の通常の市営バスとしても走るのです。名古屋市営バスではあるものの、隣の春日井市、構造寺駅まで乗り入れます。この場合、地上区間は市営バスですので、1日乗車券が使えますが、専用道路については別料金となります。かつては JR 東海バスと名鉄バスと、地元三社局で運行していましたが、JR バスが一般路線バスから撤退することもあって、名古屋市営バスに統一されています。正確にはガイドウェイバス専用会社なんですが、開業は2001年と遅めで、シダミサイエンスパーク開発に伴うものとして、中央線など主要路線が集結する北のターミナル、大曽根より森山区方面へ走っていました。バス車両が走るのは暫定的なものにとどまるつもりが、結局利用者が伸びなかったからか、バスで十分になっています。一方このバス車両は、バス高速輸送システムとは違い、ガイドウェイがついているせいで、鉄道との扱いになり、二つの免許が欲しい、面倒な路線になっています。建設費も1キロ54億円と高すぎるものです。全線にわたり高架線であるのは、既存の街並みがあったからで、名古屋都心に乗り入れるためには、やむを得ないことではありました。近年、都市型 BRT が海外で起こっていますが、新興国でないと、既存の街が形成されている地区では難しいことです。用地取得が難しい日本で実現するのは困難でしょう。ということで、BRT の問題点を浮き彫りにしている点でも、このガイドウェイバスは興味深いものと言えるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネル、マイトリップでは、毎日投稿の名列車ほぼ日編、週1回の昭和編や、旅行記など多くの動画を投稿しております。よかったらチャンネル登録、高評価をお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。